はい、どうも皆さん、こんにちは、すてきなです。はい、ハッピーエンドクローゼット、実況でやっていきたいと思います。はい、はい、はい、はい。まあ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 。まあ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 、これだっけ、よし。ですね、まあ実況の投稿遅れてすいません。まあまだいつ投稿するか分かってないけどね。まあ多分遅れるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ続きが分からない人はこの前の動画を見てください。はい、ですね、なんだっけ、とりあえず、この人ね、クローゼットに入って、からの、ここに入るんだよね。入っちゃう。もう遊園地じゃないですか。遊園地じゃないですか。てかさ、このドット可愛いよな。開かない。先に他の場所調べた方がいいのかな？ということ。例えばこことか、こことか、こことか、じゃあこっちかな。ちょっと待って、もう一回見よう。クローゼットの中には何が入るの、あのかな、みんなが期待するような驚きと喜びに満ちた、そんな結末はきっとないよ。それでも入っちゃう、入っちゃおう。どうする、ちょっと待って、もう一回見ようか。クローゼットな、じゃあどこに探すんだろうな。いや、もうないな。あっ、あっ、815、隠れてたけど壁に落書きされてる。815、これ815だと。セーブしよっか。ちょっと815じゃなかった時、なんか逆、この矢印がちょっと怪しいよね。815、815、はいはい、815。うん。815。あ、ちょっと、この、いや、ごめんなさい。815。あ、いいのか、さっきのね。ちょっと待ってください。すいません、くしゃみしちゃいました。はい、815だから518。あ、いたいたいた、スコップを拾った。スコップか、スコップで何やんだろうな。スコップで何やんの、逆に。これがあれば土を少し掘れそう。なるほどね。またカレンダーになんかないかな。うん、じゃないね。うん。あー、ちょっと待ってよ。もう一回、聞こうか。遊園地の。じゃあ、どうしよっかな。とりあえず、セーブしよっか。はい。セーブして。うん。久しぶりすぎてね、ちょっと実況が下手になってんだよな。鏡見たら後ろに誰かさんが、ってないかな。関係ないなんて警察に言うんじゃなかった。本当はとてもすごくありがたいの。次はちゃんと言おう。これはきっと最後のチャンスだ。これね、これね、何なんだろうな。これもう一回見ようか。こっちだな。これでよし、入ろう入ろう。ああ、思い出してくれた。うん、そうそうだよ。え、終わり？終わり？朝だ。電話？もしもし、あ、おはよう。起きてた？寝てた？こんないい天気なのに寝てたらもったいないよ。休みの日に休むのにもったいないも何もないだろ。なに、高齢、高齢者みたいなこと言ってんですかね。あ、いいや。今時のおじいちゃん、おばあちゃんは下手したら若者より元気かな。それで何の用事だよ。こないだの遊園地来いよ。はぁ、なんでいきなり。チケットでもらったの？タダ券ってやつ。そうだな、30分後に駅前のカフェでも待ち合わせね。ループじゃね？あ、動けんだ。
あれ、調べられない、調べられないな。あ、アイテム欄も見れない。そうだったね。そして君は家を出た。それからは覚えてる？待ち合わせの時間になっても、それから2時間過ぎても君は来なかった。急に呼びし、ごめんなさい、急に呼び出したし多少は遅れるかなと思ったよ。だけどあんまりにも遅いから、さすがに心配になって君の家まで行ったんだ。びっくりした？そうだよね、行ってなかったもん。知らなかったでしょ。そしたらね、途中の道で事故があったらしくて通行止めになってた。ああ、これで遅れてるのかなって気にも留めなかったけど、少しは遠回りしたけど問題なく君の家まで来たよ。それで君のママに、君はまだ来ないのって言ったら、もうとっくに君は出発したよって教えてくれた。もう嫌な予感しかしなかったよ。そう、その予感は当たり、君のママの携帯が鳴った。君は大きな交通事故にあって病院に運ばれたんだって。そういう電話だった。急いで駆けつけたよ、君のママと一緒に。今夜が山です。そんなドラマみたいなことを先生から勧めされた。まあ無事に峠は越えたみたいだけど、よかったね。あとはさ、君の番どうしたらいいかもうわかるよね。なるほどね、なるほどね。なるほどね。そういうこと聞いちゃうんですか？玉突き事故に巻き込まれたんだ。ほほー、玉突き事故。はいはいはい。冗談言ってる場合じゃないだろう。おー、怖い怖いな、もう。もういい加減に帰んないと、ずっとここにいるわけにはいかない。うん、せっかちだな。頼むよ。マリナが待ってるんだ。あ、ふーん。マリナが待ってる。本当に？本当に待ってる？忘れてないかな？都合の悪い、汚い記憶をさ、ん？ねえ、スタキラ、進路調査白紙で出したって本当？うん、本当、そうなんだ。でもどうして？悩んでるなら相談乗るよ。だって、マイナがパリに行くなんて言うから、ほらほら遠慮しないで。ご近所さんで、切るのも、あと少しなんだしさ、置いていかれるような気がして、春が来なきゃいいと思った。情けない。君は、関係ないからほっとけって言ったけど、このままだと本当に無関係になっちゃうよ。ねえ。ああ、そうだった。きっとマリナを傷つけた。マリナはいつだって味方だったのに。ねえ、これあげるよ。なんだそれ。こないだの家庭画の時間に作ったんだ。コンセプトはね、世界で一番可愛いウサギさん。どう？可愛い？微妙。はあ、微妙？失礼しちゃうな。一生懸命作ったんだよ。そうだな。守り神だと思って持っててよ。ね。あの時から、マイナは決めていたんだろう。サタキラ、明日は来るよ。逃げたって、無視したって、怖いよね。辛いよね。うん、そうだよね。これもこれでいいのかも。ね。君はこのまま止まっているの？本当に？君はもう進もうとしてるのは、整備された道路じゃないかもよ。砂利道かもしれないし、芝がびっしりかもしれない。多分違うわ。唐突に白い霧が出て、前が見えなくなるかも。それでも、随分と強く来るね。うん、いいね。これなら安心だ。その調子で歩いておいで。覚悟して待ってるから。元気でね。世界でいっちゃかわいいウサギさん。はい、ちょっと遅れました。ちょっと入る前に、どこに整備しよっかな。どこに整備しよっかな。いや、整備しなくていいな、今は。どうしよっかな。はい。ここだろう。どれ入ればいいの？どっち入れって？入ろう。
あ、行けって。はいはいはい。あ、あし、いや、なんもない。なんもないで。あれ。え、こっち？あれ。あれ。どこ行きゃいいの？俺は。俺はどうすればいいのよ、ウサギちゃん。もう、おい、どうす、あ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 、はい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 。部屋の鍵、あ、もうこの鍵でいいのかな。うん、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 うん。うん。うん。どうするの？よし、行くか、行くぞ、ゴー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 。ハッピーエンドなのか？ねえ、今日が何の日か知ってる？スタキラが寝込んでから、なんと20日目、記念すべき日だよ。なんてね。高校最後の夏休みなんだけどな。寝て過ごすのは正月だけで十分だよ。ごめん、つまんないこと言った。また明日来るね。マリナ。目がかすむ。サタキラ？ああ、マリナの声だ。マリナ。ああ、よかった。そばにいてくれた。ああ。不細工な泣き顔だな。ああ。もう。貧相になった右手は。思いのほか重くて、それでも、マリナの赤くなったほっぺを、拭ってやらなきゃと思ったんだ。ほら、笑った。なあ、マリナ。お前のこと好きだよ。うん。待ってたんだよ、お寝坊さん。おはよう。でも、さあ、いや、めっちゃ感動したんだけど、すんごい気になったのが、あの、ピッピッピッってあったじゃん。あれ、最後に、いや、まあ、そういう止まる、あれだけどさ、いや、うん、いや、なんでもない。いや、すんごいさ、感動した。感動したっていうか、絵と曲、話全部オリジナルだぜ。すごいよな。かっすごいよなって。ほんと、感動した。感動したっていうか、ほんと、うん。エンドさん、ハッピーエンドクローゼット。よし、一番いいエンドや。うん。よしよしよし。ハッピーエンドで終わってよかった、ほんと。うん。ねえ、ちょっと話していい？ちょっと。最後さ、すごい雰囲気を良くして、
ってやったんだけど、最後のすげえよなでもう潰れたよねその雰囲気。まあいいんだよ、まあ、まあ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 いいとしてさ、うん、ほんとね、この結局さ、ほんと起きたじゃん、ほんとほんとって、あの後さちゃんとね、あの、うん、僕ちゃんっていうかソタキラはちゃんとパリの学校に頑張って行ったのかな、勉強して、わかんないけどね、うん、まあどう、それはまあ、うん、こういう話苦手なんだよね、てかほんと、うん、感動、うん、てか絵うまいよね。絵うまいな。ハッピーエンドクローゼット終わり。おまけが追加されました。おーおー、マリナ、マリナ、マリナだよねこれ、マリナ。マリナ、よーし、じゃあということで今回はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また見てください。